過去里氏は、日本の絵本作家、児童文学者、工学博士、技術士。本名は、中島明。ペンネームの、里子は配合。福井県今立軍国公村に生まれ、8歳より、東京府東京市板橋区に育つ。東京府立第9中学校、旧生成形高等学校から、東京大学工学部応用科学科に学ぶ。 成形高校時代の教師に中村草太夫がいた。1945年、疎開先の三重県で終戦。この年の9月より大学の授業再開。1946年、演劇研究会に入り、舞台装置デザイン、作成子供向けの演劇脚本を書き始める。卒業後の1948年、昭和電工に入社する。 研究所勤務を続けるかたわら、川崎市などで、セツルメント活動や、児童向け人形劇、紙芝居などの活動を行う。1962年、アタン酸化生成生物を期待とする、土壌改良材並びに肥料に関する研究で、東京工業大学より、工学博士。1966年技術士資格取得。最初に手掛けた絵本は、ダムが、 どのように人々の生活に役立っているかを示したダムのおじさんたち。1973年47歳で昭和電工を退社した後はフリーで多作な活動を行うようになる。1975年東京大学教育学部、東京都立大学人文学部、1983年、横浜国立大学教育学部、1984年、 玉川学園女子短期大学、1985年、東京大学教育学部、1990年、山梨大学教育学部で、それぞれ非常勤講師を務めた。だるまちゃんと、天狗ちゃんに代表される、だるまちゃんシリーズなどのユーモラスな絵本から、川、台風などのいわゆる科学絵本に至るまで、幅広い作風を誇る。七夕における、 中部地方の伝統行事の描写や、ダルマちゃんシリーズにおける子供の遊びの紹介など、だんだんと失われていく昔ながらの日本の文化を描き止めた作品が多い。日本科学会にも所属した。絵本以外の著書としては、絵本制作の方法論などを解説した、過去里子絵本への道や、子供の遊びについての資料修正、絵描き遊び校、石蹴り遊び校、鬼遊び校、 ジャンケン遊び校などがある。2013年4月、代表作の一つである、カラスのパン屋さんの続編を40年ぶりに4冊、同時発売。また、同年9月、同じく代表作の一つである、泥棒学校の続編を40年ぶりに2冊、同時発売した。2018年1月には、ダルマちゃんシリーズの新作を3冊、同時発売。2018年5月2日、 慢性人不全のため、神奈川県藤沢市の自宅にて、92歳で死去した。1975年発行の地球を、土を主題としてリメイクした自然科学アプリ、ソイル過去里し作地球その中を探ろう。タイより、お2015年12月16日にリリース。タイ OS は iOS、iBatOS。リメイク作品の構成、デザイン、イラストなどは、 デザイナーの柿沼勤がすべて言っている。監修は、東京農工大学准教授土上学研究室の田中春を、音楽は M スウィフトが制作している。当初有料アプリとしてのリリースであったが、2019年より無料アプリとして再スタート。無料アプリ加護は、NPO 法人荒川クリーンエイドフォーラム、宮田物産株式会社のほか、アメリカ合衆国の 大手総合情報サービス会社ブルームバーグ等がサポーターとなって開発に協力している。過去里市ふるさとへ本館。ありがとうございます。